沖縄手帳発行人の時間です。沖縄手帳発行人の前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら、ウチナーのことをもっと知りたい皆さんに、沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。発行人、お久しぶりです。2週間ぶりですね。そうですね、はい、旅行はいかがだったでしょうか。はい、まあ久しぶりです。ぐすよ中がらみだ。はい、はい、まあ私事ですけど、まあ娘がイギリスにいて向こうで結婚式を挙げるということでしたんで、はい、おめでとうございます。はい、ありがとう。はい、どれか片付きましたんでほっとしてます。2週間ほど行ってきました。はい、よくジュンブライトという言葉を聞くと思うんですけど、はい、6月の花嫁で、まあ、6月の花嫁は幸せになるということがあるらしくて、はい、うん、6月は結婚式のトップシーズンらしいんですよ。まあ、それまでは寒いんで、うん、なかなか外に出れないというのもあったらしいんですね。うん、6月7月がもう真夏ということなんですね。うん、まあ、そこに行ってきました。まあ、実は去年もイギリスに行ったことがありまして、その時はたまたま英国県人、英国の沖縄県人会 の、 沖縄フェスティバルに参加したり、エイサーを踊ったりというのもあったんですけど、はい、まあ、今回は結婚式が主でしたんで、多分ね、今週の25日かな、が今年の沖縄フェスティバルがロンドンで開かれる。へえー、はい、毎年あるんですか。毎年やってます、はい、はいはい。まあ、そこ の、 西目さんだったかなという会長さんには沖縄手帳を送って大変、はい、喜んでいただきましたけどね。まあ、今年のうちらに大会でお会いしたいなと思っています。はい、それでね、ついでといいますか、イギリスに行っての結婚式に参加しての、はいはい、イギリスの結婚事情といいますか、はい、どんなんなんですかね、盛大ですか。お話をしてみたいと思うんですが、うん、もう全く盛大じゃなくて、とても地味なんですね。昔でしたら教会で結婚式を挙げて、それからパーティー、まあ、ガーデンパーティーをやったりどっかでパーティーをやったりするのが普通らしいんですが、はい、今は教会ではなくてレジストリーオフィスといいまして、結婚を登録する事務所があるんですね。はい、そこでやるのが普通らしいんですよ。うん、我々の場合もケンブリッジでやりたいという話があって、ケンブリッジ人気あるらしいんですね。はい、そこのレジストリーオフィス、登録事務所ですね。うん、そこに行くとちゃんとホールが、教会みたいなホールがあって、うん、セレモニーができるようになってるわけですね。なんか合理的ですね。合理的、うん、でそこでちょっとしたセレモニーがあって、まあ、びっくりしたのは、その結婚式を申し込むと1ヶ月前か2ヶ月前ぐらいに、誰々がいつ結婚しますと、はい、言いあれば申し出てくださいということを告示するわけですね。はい、で結婚式も当日も、まあ、通訳で聞いてびっくりしたんですけど、最後のチャンスだからもう一度言いますけど、この結婚に異議ある人は今申し立ててくださいって言うんですね。それ誰が異議申し立ててもいいんですか。みたいですね。まあ、はい、じゃあ何でかなというふうに聞いてみますと、向こうは戸籍制度がないですから、はい、重婚を防ぐためだと言ってはいるんですよね。あ、はい、だから身に覚えがある人は大変なんですね。そこで異議ありだって言われると、はあ、うん、そんなの調べたりしたら分かるじゃないですか、重婚なんてね。あ、でも戸籍がないから。戸籍がない、ないんですよね。もともとは ああいう国では教会が勢力を持っていて、教会の名簿、信者名簿があって、それが住民の実態を抑えていたらしいんですよ。はい、で国王とか民間政府権力がそれを通してもなかなか渡さなかったとかいうのがあってですね。ただ教会が今相当力が弱くなってきてますんで、それぞれが役職を出した結婚証明書とか出生証明書が、日本で言えば住民票のものが元になってるってことなんですね。でそういうことで、レジストリーオフィスっていうところで結婚式をやりまして、その後屋外で写真撮影をして、うん、すぐ歩いて数分のところの場所、まあ、ケンブリッジ大学の一部をお借りするという形でやったんですけどね。うん、まあ、その中で、広いんですけど、とってもザックバランなんですね。はい、オープンでびっくりしたんですけど、はい、日本で言えばとっても質素なんですよね。うん、まあ、我々の特に沖縄なんかは結婚式は豪華ですから、はい、司会がきちっと挨拶をしたり、はい、オープンセレモニーがあったり、はい、スケジュール表を配ってやったりとか、はい、余興とか
行く人もお祝儀を出したり、はい、お返しをしたりというのはこれが一切ないんですよ。でいつ誰が初めて挨拶をするかっていうのもはっきり分からないような感じで、2時にレジストリーオフィスで結婚式をやってちょっと休んで4時から近くでそのパーティーみたいなのやったわけですけど、これがね終わらないんです参りましたね。何をするあのみんなテーブルでね、あのユンタクをしてるかって、うん、ごちそうとかはあるんですか。あの簡単なものと軽食ぐらいですね。セレブリーらしいのは何名かの挨拶と、はい、もう小さなケーキのケーキカットぐらいあるんですが、あとはもうない。あの新郎新婦が前に座ってとかもないんですか。あ、それありましたね。うん、我々もひな壇に座るんですけど、うん、で新婦の父と新郎と新郎の友人、この3名が挨拶するというのが普通らしいんです、はい。まあ、私も日本語で挨拶して訳してもらったんですけどね、ほとんど聞かないみんなあのガチャ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 喋ってですね、こんなもんかなと思いましたけど、余興も一切ない。びっくりしましたね。余興はまあね、沖縄が多すぎるんです。そうそうそう、まあ、こちら今回の場合は日本風にということで、あのビデオ、子供、はいはい、子供の時代からのビデオを見せたら、はいはい、珍しいっていうんで、うん、あのまあ、喜ばれていましたけど、で我々は9時までやってくたびれちゃったって、はい、先に帰っていいかったらいいよって言うんで帰ったんですよ。うーん、で後でいつまでやったのって言ったら11時までって言ってで普通はそこであのコークとは最後にねファーストダンスというのやるらしいんですよ、うん、新郎新婦がダンスを踊るんですね、うん、でそれで周りの人も一緒に踊って終わると、うん、ところが今の人たちはそういうワルツとか踊れないんで、うん、ダンスはなしと、はい、そうするとこれで終わりという印がなくてですね、うん、まあ、最後までずるずるずる。でそのうち10時頃から後で聞くと、あのどっかのサッカー戦があったらしくて、はい、式場にビデオスクリーンがあったんで誰かがテレビでそれをあの映してですね、うん、全員お酒飲みながらビデオ、うん、サッカーを見てたんで、ね、スポーツバーになったような感じなんですね。なんかただのパーティーですね。ただのパーティーですね本当にお祝儀なんてないですから。ただあのこういうのが欲しいよというのを参加する人に出して、じゃあ私はテレビを買ってみましょうかとか、私は洗濯機とか、まあ、そんな高いのは買わないみたいですけどね。ずいぶん違うもんですね。ずいぶん違うみたいですね。いやいろいろね、まあ、細かい習慣はたくさん違うみたいです、うん、でもこれちょっとあの今後のことを考える上で非常にびっくりしたのが、考えさせられたのがあったんですけど、はいはい、今回はちゃんと結婚式をしたわけですね、うん、これはあの新婦側が日本人なんで、うん、向こうで住むためにはこう結婚ビザというか配偶者ビザの取得が必要だから結婚するわけ、はいはい、うん、ところがイギリスではもう結婚をしないで同棲をして、それがそのまま事実婚につながるというのがもう圧倒的に増えてるんです、うん、なんで結婚式を挙げないといけないの、うん、なんで席あの席を入れるというのかな、うん、それをしないといけないのということらしいんですよ、うん、で実はこれはあの大前健一さんという評論家が前から主張していたことなんで、はい、それに記憶にあったんで調べてみたんです。そうするとヨーロッパでの婚外子、あの結婚以外で生まれた子供の割合が、うん、30年前は 15% だったんだけど、うん、今 47% に上がってるらしいですね、うん、30年前でも 15% で、はい、はー、でフランス、ドイツも今 40% 超えていて、はい、北欧はもう 50% 超えてるんです、ね、うん、半分以上か、半分だから子供の半分以上があの婚姻関係にない間で生まれた子供なんです、ね、はい、でそれがもういわゆるもう当たり前の話だったんだよね、うん、そうすると結婚しなくても同棲がずっと続いてそれが事実婚として認められたら、うんうん、あの夫婦と同様の政治的な権利ですね、あの法的な権利が与えられるわけですね、はい、で、あの保護もされますし、うん、あのあえて結婚する必要というのはない、うん、ということになっちゃうらしいんですよ、はい、うんうん、で日本では婚外子の割合がどうかというと、30年前が 0.8% で、うん、今で 2.2% らしいです、うん、でこれは世界の先進国の中で異常に低い数字らしいです。じゃあ大前健一さんがあのマッキンゼージャパンの会長をしていた、世界的なコンサルタント会社の社長をしていて、はい、20年ぐらい前かな、東京都知事選にも立候補して落選した人なんですけど、うん、はい、まあ、有名な評論家ですけど、はい、
彼が言ってるのが日本の人口減少を歯止めかける、歯止めをすると、出生率を上げるための方策は2つと言ってるんですね、それは事実婚を認めること、戸籍制度を廃止すること、この2つだって言うんです、で、なんでだろうかと思ってもうちょっと調べ直してみると、あのヨーロッパ特にフランスがそうなんですけど、どこも少子化で晩婚化が続いてたわけですね、でそれをフランスあたりが先にこう事実婚を法的に認めて差別しませんと、でそこで生まれた子どもに対してはあのとっても手厚い保護政策を取りますというのを打ち出した、それからあの出生率が上向きに変わったと、でヨーロッパの国々もそうなんですね、で日本もそうすべきだということ、で日本は特に戸籍制度があるんで、子供を産みたいけど産めないとか、でそれで中絶が非常に多いとか、で私もびっくりしたんですけど、戸籍制度がある国っていうのは、世界ではあの東アジアだけだと言われたんですね、あの日本、中国、台湾、韓国、日本の関係あると、ところが韓国もそれ廃止されまして、台湾、中国でも運用がなくなって、今日本だけ、びっくりしましたね。当たり前だと思ってましたけど、当たり前だと思ってたんですけど、もう超時代遅れみたいな感じになってるから、まあ、もう世界の中で極めて珍しい制度になったらしいんですね、ただ日本でも今はあの事実婚じゃないけどできちゃった婚が多いわけですね、でできちゃったから結婚しましょうってなるわけですね、そうすると結婚から出産までの期間っていうのがものすごく短くなってきて、今は全国的に平均で11ヶ月なんですね。あ、そうなんですか、で沖縄はどこかというと、まあ想像がつくと思うんですけど、あの半年なんです。平均がですか。平均が、だから結婚して子供まで半年ですから、もうほとんどができちゃった、でヨーロッパでどうかというと、向こうではもう子供を産むのが先でそれから結婚する、だから籍も入れようかと、入れなくてもいいやというのになって、子供を産む方が先らしいんです。ですから大前健一さんの言う主張もなるほどなと思います、だから日本も含めて家族制度っていうのが今回も今後ずっと変わってくるんだろうなと、そうすると沖縄はもしかするとそのトップランナーになってるかもしれないなと、そうですね、いうのを感じました、まあつい話が長くなってしまいましたけど、あの今日は6月23日沖縄慰霊の日です、あの一番大きな記念日だと思います、戦没者慰霊追悼式が行われますんで、今日はそういうこともあって音楽はもうあの漢方の声中さを聞いてみようかなと思うんですけど、沖縄手帳のページを開くとですね、今日のページには沖縄慰霊の日、沖縄全戦没者慰霊追悼式、牛島中将自決1945年、で平和の礎完成1955年、それから漢方のクエノコサーの可否除幕が読谷村祖部で2013年に行われたとありますんで、その祖部の漢方のクエノコサー、とてもいい曲だ、いい歌だと思いますんで、聴いてみましょうかね、で、できたらこれの、この5番っていうのを聴きますかな。あ、そうだった。セットしてなかった。準備するので話しとく。あの私はあんまり分からなかったんですけど、漢方の食えのこさという表現があのとても自虐的ですよね。あの漢方の食い残しといくとですから、そうです、最初に聞いた時びっくりしました。こんな言葉使うのかなと思ったら、結構ね沖縄人たちは使っていたというのね。でこの言葉をこのデイゴ娘のお父さんの比嘉光敏さんという人が 作曲したんですけど、作詞作曲したんですけど、そこに78ちょっとあのお年寄りのおばあちゃんが来まして、その仏壇に線香をあげるためにブツブツ言いながら、みんな漢方の声の濃さだからねというふうに言ってたらしいんです。でそれを聞いて、あ、これだと思って曲に作ったらしいんです、だからあなたも私も俺もお前も漢方の食い残しさというような歌なんですけど、やっぱりあのできた最初の頃はあのとてもそれに共感する人と、あの糸満のような激戦地に行くとあの聞きたくないという拒否感もあったらしいんですよ、で逆に聞いた人の中にはこれは自分たちのことを言ってるんだというふうに思ったらしいですね、でそれが時間を経つうちに
だん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 その傷口を見ることができるようになって今はかなりヒットをしたと。で聞いてみると決してあの辛いことを歌ってるけど淡々と歌ってるっていうかあの明るいリズムで歌ってるっていう曲なんですよね、はい、でこの記念碑が作られたのが、2013年なんですよ、うん、で実は私もですねこの読谷村そびにあるっていう記念碑は見たことがなかったんですよ。はいはい、私見に行きましたよ。見に行きました、はい、それでねこれは申し訳ないと思いましてあの昨日急いで見に行ってきました。はい、とってもいい場所にありますね。綺麗な場所でしたね。綺麗ですよね、うん、あそこはね皆さんおすすめですよ。あの普通でも行ってもいいし、はい、私が行った時は大きな街路樹の下に机椅子があったり休む場所もあったりしていい場所ですね。うん、でそこでボタンを押すと歌が流れるんですよ、はい。まあ、これがその時 の, あのオープニングの時の写真ですね。赤日の前でデーゴ娘さんの写真の前でデーゴ娘さんが写ってるわけですね。4人兄弟 で, す、はいはい、でこの漢方の食え残さについては、まあ、こういうふうな本が出てましてかなり詳しいいきさつとかあのこのファミリーの歴史っていうのも書いてありますので、はい、それも見てみると面白いんじゃないかなと思います。漢方の食え抜くさというタイトルですか。漢方の食え抜くさ物語。物語、はい、デーゴ娘と父比嘉光琳が歩んだ沖縄っていう、うん、ちょっとあのしんどい本ではあるんですけど、うん、さて準備できましたかな。はい、できます。5番だけでいいですか。そうですね、あのこれ1番から5番まであるんですけど、はい、あの1番伝えたいメッセージが残っているのは多分5番だろうなと思いますので、じゃあもうおかけしていいですか。はい、はいはい、そしたら途中からですけども漢方の食え抜くさのちょっとじゃあ4番から4番から、はい、はい、途中から入ります。デーゴ娘漢方の食え抜くさの最後の方を聞いていただきました。沖縄手帳発行人の時間、この番組は丸政印刷の提供でお送りしています。沖縄手帳発行人の時間です。はい、まあ、今日はあの慰霊の日なんで
もうこれ以外に喋ることはないんじゃないかなと思うんですね、はい、うん、で今日は糸満摩文仁の平和記念公園で平成28年全沖縄全戦没者追悼式をやりまして、はい、まあ、安倍さんも参加するといいことらしいですね、はい、午前11時50分から0時40分まで、で正午には全家庭でサイレンを鳴らして黙祷ということになってますので、はい、我々もそうしたいなというふうに思ってます、はい、うん、これに関連してなんですけど、実は悩んでるのがありましてですね、はい、沖縄手帳にも書いてあります通り、6月23日に、牛島中将自決と1945年と書いてあるんですね、はい、でこれが正しいかどうかということについて今かなり議論があるんですね、はい、もともと沖縄慰霊の日が決められた時は6月22日が慰霊の日だった、琉球政府時代ですね、はい、それがその後にちょっと牛島中将が自決したのは23日だから訂正してくれというのが県遺族会の方を通して県に立法院議員に要請が出て変えちゃったんですね、はい、で後ほど沖縄戦争の研究者の第一人者でもあった太田前知事が知事になった時に、本当は牛島中将が亡くなったのは6月22日なんだと、はい、23日を牛島中将が亡くなった日に合わせて慰霊の日をするっていうのはおかしいとは言ったんですよ、はい、だけど変えることまではしなかったんですよ、うん、で今2つの説があるわけです。で私も悩みまして、どちらが正しいんだろうかというのをいろいろ調べてみたわけですね。そうすると、まあ、ちょっとこれ見えるかな、新聞ですね、昔の手元はね、ウルマ新報というのがありまして、はい、これは戦争の終わった年の12月に出た石川市の捕虜収容所の中で出た新聞なんです、はい、本物じゃなくてこれも複製品なんですけどね、はい、これの中にこう書いてあります。牛島中将長参謀長の最後ということで、2人は6月21日に自決することを覚悟して、ちょっと飛ばしますけど、その夜の11時30分ごろにもうお前たちにはもう用がなくなったというような話をして、翌日午前3時かな、頃かな、4時頃ですね、号を去って、そこで自決をしたというふうに書いてあるわけです、はい、だから一番戦後最初に出たうるま新報の新聞記事も6月22日なんですね、はい、で、琉球新報社が10年前に沖縄戦争新聞っていうのをずっと発行して新聞協会賞をもらったものがありました、うん、この中にまあ、戦争のものを今の新聞記事みたいに追いかけてやってるやつなんですよ、はい、声が視界裏に大きく載ってまして、うん、自決は22日5時午前3時40分、牛島司令官死亡、米軍が日時を特定したというふうに書いてあるわけですね、はい、これを見るとなるほどなと。で米軍のことをよく調べている沖縄シークレット、沖縄戦争シークレットという本を見てみたんです。そしたらかなり詳しく調べたって、はい、6月22日だ、うん、じゃあなぜ6月23日という説が出たかっていうと、うん、この本なんですね。これも見えるかな沖縄戦の高級参謀の八原参謀、高級参謀、総司令官が牛島中将で参謀長が長参謀長で、その下でここの作戦の参謀を立てるのがこの八原参謀、高級参謀なんですね。この人が途中から沖縄戦を離脱して本土に沖縄戦の最後を知らせるようにという命令を受けて摩文仁を脱出するんですよ、はい、まあ両司令官の自決を見届けて上で脱出するんですけど、うん、その後で詳しい本を出してまして、6月23日にどういう形で自決したというのがものすごく細かく書いてあるんです、うん、でその時の沖縄 の遺族会の会長、金城信和さんでしたかね、この人も有名な人で沖縄で一番最初の慰霊の日コンパクトの塔を建てた人なんですね、うん、姫入りの塔も建てた人なんですよ、うん、その人はこの人から話を聞いて、まあ、23日だろうなということで23日に変えちゃったと、うん、でも今いろんなのを見ると22日がほぼ正しい、う
ということらしいんですよね、はい、だからこれを変えようかなとは思ってます、うん、まあ、それから先ほどの漢方の笛の子さんの歌ですけど、うん、一番最後を聞いてもらったんですけど、これなぜかというとですね、比嘉さんは最初はまたと戦ないように世界の人々をお幸せにしましょうよというような結びをしたんです、ね、うん、ところがそれでは納得がいかなくて、うん、まあ、誰があんな戦争を始めたんだろうかと、うん、まあ、悔やんでも悔やんでも足りないんだと、うんうん、それから何だったっけ、あ、もう終わ時間ですね皆さん自分で調べてもらいましょうか、静岡松山で伝えましょうというふうに変えたということです